神戸市バス魚崎営業所は、兵庫県神戸市東灘区にある、神戸市バスの営業所である。最寄りバス停は、魚崎車庫前である。配置車両に表示されている営業者を表す記号は、魚である。主として、東灘区を通る路線を担当している。また、運行はすべて神戸交通振興に委託している。 担当路線は大きく二つに分かれていて、見かけ系統が16、19、33、36、38、39系統、頭部系統が30、31、34、35、43、100、102、103系統となっている。ただし、運用の都合上、見かけ系統に頭部系統が組み込まれている場合もある。 元は灘営業所から分離した営業所で神戸市東部の路線を担当している。2005年4月1日付で神戸交通振興に業務委託した。魚崎営業所は東灘区を走る市バス路線のうち37、系統以外のすべてを担当するほか灘区もエリアとしており灘区内では石屋川営業所と多くのエリアが重複する。近年は 石屋川営業所が担当していた路線を担当変更により移管されるケースも増えていたが、神戸交通振興の人手不足等により再び石屋川営業所への担当変更が行われている。直近では2012年4月1日のダイヤ改正の際に石屋川営業所が担当していた路線のうち32系統、100系統、102系統、 百三系統の四路線が、魚崎営業所の単独担当に、二十六系統が、共同担当に変更されていたが、二千十五年四月一日の、ダイヤ改正で二十六系統、三十二系統が、石屋川の単独担当に変更され、二千十六年六月には三十六系統が、共同担当に、二千十七年四月一日の、ダイヤ改正で十六系統も共同担当に、 変更され、同時に100系統も、中央営業所との共同担当に変更された。2020年4月1日のダイヤ改正では、37系統が、石谷川営業所に移管された。運行区間概要イヤ及び停留所19系統、いずれも、日曜日宿日は運休となる。 33系統外用遠隔運行区間外用2015年4月1日、開設前線投資が基本であるが、平日ダイヤの朝には、上台深江キャンパス前始発で、JR 本山駅前を経て上台深江キャンパス前に戻る便が1本と、JR 本山駅前始発の上台、深江キャンパス前行きが2本設定されている。大型車の運行が中心であるが、 中型車で運行される場合もあるほか、2021年4月からは、小型車での運行も行われるようになった。かつて、魚崎営業所所属車両は、三菱自動車製で統一されており、車両番号は、三菱自動車製に割り当てられる001から299を使用していたが、2021年4月現在は400番台、800番台、 900番台も在籍しており、日野自動車製、須津自動車製、三菱不装トラックバス製、UD トラックス製の4メーカーが揃っている。CNG 車は原則として30.33、34.35、43系統しか運用に入らない。CNG 車には下水処理場から発生するメタンを利用した欧米バイオガスが燃料として使用されている。ありがとうございます。